新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが五類に移行してちょうど一ヶ月徐々にコロナ禍前の生活が戻りつつありますそんな中、今日名古屋市内の小児科に伺うと子どもたちが熱を出す人が結構多くなってきて5月中旬からもう現在に至るまで急激に増えてきている印象はあります 発熱などの症状で来院する患者の数は先月までのおよそ1.5倍に増加しているといいます国立感染症研究所によりますと乳幼児の夏風邪の代表とも言われるウイルス性の感染症ヘルパンギーナの感染報告数は4月終わりまで1院当たり1週間で0.33人だったのが5月終わりには 1.33人とおよそ4倍になったということですお父さん見てン喉の発疹と発熱の症状で今朝受診した4歳の男の子もいわゆる夏風邪と診断されました <laughs> 一昨日ぐらいにあの下の子がいるんですけど下の子がかかってしまって弟が保育園からもらってきて それをお兄ちゃんもらってみたいな。また2歳の女の子も夏風と診断されました。すごい流行ってて、今行かせてる保育園10人ぐらいなんですけど、なんかこの子含めて3人とかしか日々いなくって <laughs>。このように子どもたちの間で今広がっている理由を三和田委長は。 そういうものに対する免疫はないままこの3年間ぐらい生きてきちゃったわけだから獲得免疫が少ないというのはあるかもしれないけど感染が広がることは致し方ないと言いますが熱が長引いたり喘息の症状が出て入院が必要となる場合もあり油断禁物とのことまあ熱が出たりしたら早めに見せてもらいたいのとやっぱしっかり寝て水分しっかり取って もう元気な状態を保ってあげるということが大事ですかね。コロナが五類に移行した後、感染症の広がり方がこれまでにない状況を見せているのは確かなようです。